はいどうもピオキングです。今日はですね、世界のコースやっていきますか。で、最初に見つけたコースがさ、このブラックパックンがいい仕事してやがるってコースなんですけど、このコースをですね、詳しく見てみたら、スタート地点からね、すぐ右にゴールバーがあるんですよ。まあ普通に考えれば、スタートした時マリオはチビ状態だからね、まあ右に行けばゴールができると思うんですけど、まあもしかしたらブラックパックンを何体か倒してからゴールみたいな、そんな条件があるかもしれないね。まあ一応ですね、クリア率は 4.08%、 まあこんなに低いっていうことは何か訳があると思いますから、それじゃあ早速やっていきますか。さて、あ、なるほどね、このブラックパック避ければいいだけね。オッケーオッケーオッケー、この辺やっぱ無理だよね。さてどうやっていくか、多分加速が大事になってくると思うんだよな。だからギリギリまでね、ブラパを引きつけて走る。よし。そして2つ目のコースなんですけれども、今回はですね、視聴者さんからコースをいただきました。ピオキングさんのアイコンを作ってみました。見てこのピオキングのアイコンのクオリティの高さ。いや、めちゃくちゃすごいなと思って、いやこれはですね、ぜひちょっと動画にしたいなと思いまして、今ねやっていってるわけなんですけれども、そしてね、説明文、ピオキングさんのアイコンを作ってみました。ピオキングさんの動画も見てください。そして面白いと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。いや優しいいやめちゃくちゃ優しいよね。早速やっていこうか。そうやってね、周りの方がですね、どんどん応援してくれるから楽しくやっていけるっていうわけなんですよ。さてこれは速攻ピオキングの顔か。なるほど、多分これ取っていこう。待って、崩しちゃった顔崩しまくっちゃったけど、どうでしましたいや下から行けばよかったんだけどね。まあ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 ね、まあこんな感じでいいでしょう。いや非常に素晴らしいコース、ありがとうございました。でね、今クリアしたんだけどね、コメント見てみるじゃん。そしたらさ、ピオキング見てるよっていう方とか、あのメシアっていう方のね、あのピオキングさん昔よく見とったなとか、ほらピオキング面白いとか、結構リスナーさんがですね、コース遊んでくれてるんですよ。いやいやいや、めっちゃ嬉しいよね、こういうの。ちょっと待って、僕コメントしたいんだよね。どうやってコメントすんのこれ。コメントのやり方がわからん。さあ、コメントの投稿のところまで来ることができました。いや、これコースをもう一回遊ばなコメントできんっぽいね。さて、ここで、なんて書こう。さて今日もですね、トテムズ全期間ランキングのコースをどんどん消化していきたいと思います。それじゃあ一番最初にですね、全期間ランキングで15位に出てきたコースですね、マッドストーンマイン。クリア率は 1.61% ですね。まあフランク88さんっていう方が作られたんですけど、あの人ね結構いるんですよ、フランク88さん。まあそっぱなこうやって右に行けばいいみたいな意外とまあまあ簡単です。このまま右来るでしょ、でジャンプして逃げるみたいな。うわー、いや多分このコースね、どんどん走っていかなダメっぽい。多分立ち止まっちゃうとドッスンがね、あの追いかけてくるんですよ。まあ今立ち止まりましたけど、でこれパウブロック乗ってるんで、このままジャンプみたいな。いや熱い熱い、ちょっちょっで左ちょっちょい、オッケーもう超しか言ってないけどね、調子。あ、中間ポイントくれないんだ、ここは優しくないな。これはで右行くでしょ、でゾン。多分ね、ここ越えたらね、中間ポイントもらえるっぽい。だからちょっと速攻でオンオフして左に行こう、でジャンプ。多分これで中間ポイントでしょ、あってね、あったあった、よかったよかった、これで中間ポイントで右にジャンプしてここも走っていくみたいな感じが。オッケーオッケー、ジャンプ、はい楽しいこれいいね、やっぱ楽しいね。あのね、あのね、最近コメントでね、どこまでマリオチャレンジのとても難しいをやってくださいっていうコメントがあるんですよね。まああったんですよ。いや僕ですね、あれ昔やったことがあって、確かねステージをですね、あの4つぐらいしかクリアできなかったんですよね。まあ本当に難しくて、あのどこまでマリオチャレンジのとても難しいって、いやこれは多分これ乗る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 、よしオッケーオッケー駆け込み乗車みたいな人になったけどさ、まあ乗れたね、しょっぱな行きました。でこれどんどん
今のなし、今のなしね、多分夢見てんですよみんなね、今の多分夢だばいみんな。で右に渡っていきます。でこれ多分どんどん走っていくみたい。これドッスンがどんどん襲ってくるパターンのコースっていうのはね、あの初めてでもないかもしれないけど、あんまり見ないよね。まあ非常に面白いよねこのコース。さてこれは叩いて右、オッケーオッケー、ナイス反射神経。そしてもうすぐゴールがあると思うんですよね。さあここでゴールか、オッケー、あぶねあ、右なんかあるんだろう、そんだけ。さて次は16位だね、16位。あ、またクリア率が 1% 台だ。クリア率 1%、 あ、ちょっと待って待って、 R ボタン押してしまったわ。で今回がクリア率 1.33% だからめちゃくちゃ難しいと思います。てか 1.33% って言いにくくない？ちょっとみんな言ってみて、 1.33% みたいになるから。でこれ初っ端そこ右に行くけど、で右ジャンプ、あ、これはこのまま右に行こうか。でここ踏んで、え、どうすればいいんだろう。左のハテナブロックを叩く感じかな。いや次こそいけるね、次こそ多分中間ポイントまで一気にいけると思います。多分ねこういう難しいコースっていうのはそんなに長くないと思うんですよ。いや長いのはいっぱいあるんですけどね、難しいコース。でも多分このコースはそんなに長くないと思う。多分人気ランキングに載ってるやつって結構ね、なんていうのかな、あの中間ポイントとかきっちりくれるんですよね。ほっ、いや、うまい、うまい、うまい、いける。だそっちじゃねえそっちじゃねえって、右だって今のカメちゃんは。まあ、このコースはですね、2つ目のピンクコインを取ったあたりぐらいから結構難易度が上がるんですよ。まあ上がるって言ってもマリオがね、あの行くべき道っていうのはコインとかあのピンクコインが示してくれてるんですけれども、それでもね、あのこのコースは難しいです。こっからですね、このピンクコイン2つ目のを取ったあたりからマジで難しい。クリア率がね、まあ、1.33% ぐらいなんですけど、まあそれでもねやっぱ難しいね。でこのまま右に渡っていくと何がある、次はこのコーラを踏んでいけばいいのか。オッケーで、コインコイン、カロンカロンだったね。そして次に待ち受けるものは何だろう。お、ゴールじゃん。はい、それじゃあ次のコースは44番目にあったフロスティークリスマスって書いてますね。まあクリスマスはもう過ぎ去ってるんですけれども、このコースをやっていきましょう。シャープ TS とシャープ TJ って書いてる、なんだろうねあれ。一応日本人の方が作られたコースです。さあこのまま、まあ、ジャンプしていく、いきますけど、これもねクリア率 1% ちょいだったんですよ。まあこの四角い枠があるから、まあ、そんなに難しくなくいけると。あれ、今上にオンオフあったね、上にオンオフあったのがちょっと見えませんでした。はい、このコースはですねそんな長くないんですよ。まあクリア時間もね30秒ぐらいだったっけな、だからそんなに長くないと思います。で今ねピンクコインがもう4つ集まってます。多分これが5つになったらもうクリアだと思うんですよ。と、危ねこれはとっさにね、あの反射神経が出ましたね。まあ反射神経が出ましたっていう意味のわからないねちょっとことをねつぶやくんですけれども、さあここで中間ポイントかでね、たまにコメントをねいただくんですけどね、まあピオキングさんは喋りながらよくこういう激ムズコースをできますねっていうコメントがあったりするんですよ。まあそんなに激ムズじゃないんですけどね。さあこれでクリアかな、おっしょっけ、クリア。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。